電線の張り方について、きりに電線を張っていく上での知識というところになります。まずは各建材ですね。普通に電線を置いた場合にどのように見えるかというところになります。通常ですね、通電して使うと思うので、通電した黄色い状態で見ていきますね。まずは藁土台、こちらは結構目立ちますね。続いて藁の屋根、こちらはすっぽりと埋まります。続いて木の土台、これは結構目立ちますね。続いて木の天井、こちらは結構埋まってくれます。続いてアドベの土台ですね、これはすっぽりと埋まります。続いてアドベの天井、これは同系色なんで結構見づらくはなりそうですが、ちょっと気になりますね。続いて石の土台、こっちも完全に埋まります。石の天井ですね、これも埋まるんですが、まあちょっと気になりますね。金属の土台、これは完全に出ますね。続いて金属の天井、これも目立ちますね。続いてテックの土台、これは完全に出てます。テックの天井、これも完全に乗っかってる状態ですね。温室の天井、これも完全に出てる状態ですね。ただ温室の天井に関してはですね、この真ん中に仕切りがあるので、上にあっても違和感はないかもしれないんですが、ちょっと気になりますね。温室の天井、下透けるんですけども、下に引いた場合もこの仕切りがうまいこと隠してくれるので綺麗に貼れます。なので天井の上にですね、電線を置く場合は藁、木材、一応石ですねに関しては、普通に置いていただいてもあまり目立たずに貼ることができます。こちらの土台に関してはアドベ、あと石に関しては普通に置いていただいても綺麗に隠れて貼ることができます。こちらが各建材に関して、そのまま電線を置いた場合の見え方というところになります。電線の隠し方なんですが、先ほど見ていただいた通り、アドベと石以外はですね、普通に置くと結構目立ちます。それを隠す上での手段となってくるんですが、いくつかパターンはあるんですけども、割と簡単にご利用いただけるものをいくつかご紹介していきます。まずはこちら、土台下げを一段した状態になります。この一段下げた方に電線を引いた状態ですね。これに関してここにですね、天井をかぶしていただいてもいいですし、天井の場合ちょっと段差出てしまうんで、このまま土台を二重置きですねしていただければ隠れます。これ一箇所だけすればですね、他のところに関しては電線をこのままですね追加しておくことができます。もともと張ってるところにも行けます。これに関してですね、元の高さの方で貼っていただければポリと隠れるというところですね。貼った後のところでも追加で貼ることはできますんで、こういう形で貼れます。ただこれで貼っていく場合ですね、どこまで貼ったかわからなくなります。大きく貼ってるとね、こういう時は垂直のケーブルを持ってですねしていただくと縦に出るんで、あ、どこまで貼ったなっていうのを見ていただくことができます。ここに合わせて十字ケーブルとかに切り替えておく、するとだいたい綺麗に置けます。ただある程度もう決まっているところとかであれば、先に電線貼っていただいてからですね、土台貼っていただいた方がまあ貼りやすいですね。続いて柱天井とかですね、水上建築とかする場合に、天井を屋根にする場合ですね、下に貼るのが結構めんどくさいです。以前お伝えしている高さ調整をいろんなものを駆使してですね、下に貼っていくことももちろんできるんですが、一応ですね、比較的簡単にちゃんと下に貼れる貼り方、これも以前ご案内はしてるんですが、ご紹介していきます。まずは上の貼りたいところに電線を貼っていただきます。そこから垂直のケーブルを下に伸ばしていただきます。垂直のケーブルですね、見ていただいた通り今壁判断の高さなんですが、壁1枚よりも全然長いケーブルになってます。で、2つ引いただけで判断プラス土台突き破ってる状態にはなってるんですけども、2つ下ろしてます。
ここからさらに斜めの電線を上に3つ上げてます。これも高さが違うので、この状態で張った場合にちょっと下にはなるんですけども、これぐらいの隙間を空けて天井の下に張ることができます。これですね、一回すればこの辺の傾斜の電線とか全部下に下ろした分壊していただければここだけ残りますんで、この状態で張っていくことができます。この場合ですね、位置が基本的に上に張ったのと同じ、ちょっとずれますけど同じ位置になってきますんで、これで張っていただければ上に張るのと同じぐらいの位置で下に張っていくことができます。これがおそらく最も簡単な天井の下に電線を張ることができる方法になってきます。じゃあですね、土台に張る場合も天井に張る場合もなんですが、電線ですね、あまり考えなしにとりあえず全部引いてしまおうって引いた場合ですね、結構めんどくさいことになりますので、 PC 版はそんなに問題ないと思うんですが、 PlayStation 版の場合ですねに関しては結構ですね、建築上限に関わってくる場合などもありますので、特にですね、水上建築とかする場合はこのように下に土台を引いてその上に天井で通常の拠点の床を作るので、二重に建築数使ってくることにもなりますんで、柱天井とかでですね作ってる場合も似たようなところあるんですが、こういった場合ですね、やはり建築上限に引っかかる場合っていうのが確率的に高くなります。それに電線をまた一個ずつ全部張ってしまうとかなりの建築数になってしまいますので、そこに関してはですね、必要最低限で電線を張っていただいた方がいいです。もう一つ面倒なのが、このようにですね、電線壊してもですね、他の建材と違ってパイプも同じですけど空中に浮くんですね。なんで確実に一個ずつ壊さないといけないので、破壊する時も結構面倒です。作り直したり引っ越しした時に壊したりとかね、結構大変になりますんで、そこに関してはですね、計画的に電線は張っていただいた方がいいです。8日間あれば、古式とかであればですね、建築タイマーで消えるっていうところはあるんですけども、約1週間ほどですね放置することになってしまいますんで、極力ちゃんと壊して引っ越しはしましょう。続いて高さ調整というところになります。これ菜園台ですね、重ねれます。これ斜めに置いているのは単純に高さですね、分かりやすいように斜めに置いたんですけど、全く斜めにする必要はないです。普通にまっすぐ張っていただければいいです。菜園台ですね、土台と同じ横幅になってますんで、基本的にぴったり張れます。本来はまっすぐ上に積み上げていただいてですね、その上に電線を置いていただくという形で、この菜園台の高さごとで高さ調整をできます。これも高さ調整する上でですね、上げていくのに関してはですね、結構簡単な手段になってきます。土台上げとか結構めんどくさいんでね、この状態で6段ですね上げていただくと、だいたい天井のこれぐらいの高さのところに出てきます。さっきの床下にある手段よりもちょっと上に上がります。これ7段にしちゃうと普通の高さになってしまいますんで、もうちょっと下げたい場合は1段ずつの高さの部分にはなるんですが、減らしていただいて高さ調整することもできます。ぴったし真ん中ではないですが、3つとか4つのところでですね、電線張っていただくこと自体も可能ではあります。テーブルとか使ってハーフで足場引いたりとかしている場合とかは、そういう手段でも電線をきれいに張っていくことはできます。続いて垂直のケーブルに関しては、このようにですね、普通の壁の高さとかなり高さの違いがあります。1個半でもないんで、1個と3分の2ぐらいの高さはあります。もうちょっとありますけどね、アーク結構あるんですが、一つずつのですね、長さであったり高さっていうのが違ってくるっていう面倒な部分があるんですけども、これに関してですね、先ほどのように高さの違いを活かしてうまく調整していくという部分もありますし、もう一つ垂直のケーブル、ここで見ていただいた通り、
電線にスナップした場合はそのままの長さで上に貼ることになるんですが、土台に直接ですね置いた場合は半分のところでスナップします。なので半分は埋まった状態になるので、ここで高さが違ってくる形ですね。こういう部分で貼れるというところになります。一応土台ですね、一段であれば土台に直接貼った状態でその高さに貼ればですね、これもこれ位置合わせてないんでずれてますが、高さ的にはこの高さで貼れることになりますね。だいたいこれで貼った時と同じぐらいの高さではあるんですが、これに関しては一段だけの話になってしまうんで、調整としてはこっちの方がしやすいですかね。続いてちょっと今はもうあまり利用用途ないかもしれないんですが、一応こういうこともできるよっていうところのご紹介です。これ普通に土台に置いたパターンと、何段か土台下げをした状態で置いたものになってます。この部分ですね、一段ずつ土台下げてそこに電線を張ってっていうのを重ねたものになってます。これに関してですね、これ電線それぞれ端っこではつながってないですね、真ん中は積み重なってるだけです。この状態でも電気通電できますんでね、この状態で微妙に高さ調整とかで床を作っている場合の電気の綺麗な張り方というところですることもできます。これですね、今は柔軟なケーブルがあるのでこんなことしなくてもですねつなげることはできますんで、あまり利用用途はないかもしれないんですが、一応こういうこともできるよっていうご紹介でした。続いてですね、こちら2段ごとの高さでこういう貼り方もできるよというところのご紹介で、これ隙間空いてるんですけども、これもですね通電します。この距離感ですね、うまいこと電気が通ってくれるというものになってます。これであれば綺麗にですね高さ合わないんですけど、2段の高さごとにですね綺麗に電線を上に上げていくということができます。これの貼り方なんですけども、同じ形で、ちなみにこれ扉枠にしてるのはこの電線見やすいように扉枠にしてるので、通常は壁で大丈夫です。ここに関してですね、上貼ってるんで一人称でないと貼れないんですけども、まずこの上で土台の上に普通にですね電線を貼ります。この状態から直接土台に貼った場合はちょっと高さが異なってくるので、足場を一段引いていただいて、その上に菜園、小ですね、大でも中でもいいんですが、ちょっと大きくなってしまうんで小でいいです。小の方が見やすいと思います。菜園の位置を確認しながら貼っていただくと合わせやすいかと思います。一人称なんで奥行き見にくいですけど、大体一緒ですね。この状態で貼っていただきます。ここからはもう再現ですね必要ないんで壊しまして、あと奥も壊します。これで貼れている状態、実際のところはですねちょっとずれて奥に出てるんで、壁の外側にちょっと電線出ちゃうと思うんですが、そこは細かいところはうまく貼っていただければと思うんですが、この間抜けるのはそんなに問題ないんでこのままいきますね。ここで2段目一緒ですね、これにもケーブル貼っていただいて、これに関して先ほど足場置いたんですが、天井はそのまま高さ合ってますんで、ここには再現書を普通に置いていただければいいです。これに対してまた上にですね電線を貼ります。だいたい揃ってますね。ちょっとずれすぎるとうまいこと通電の距離が足らなくなってしまうんでご注意ください。で再現だけ壊しますね。3段目まで行きますと、ここは別にもう三人称でもいいんで上がっていただいて、ここは普通に電線張る状態ですね。これであとは垂直のケーブルを上側に貼りますと、この状態であとはこの上の部分は不要なので壊します。これでさっきと同じ状態ですね。これで発電機置いていただいて起動していただくと上まで通電するというものになってます。ここの奥行きですね、重ねるときにあまりずれすぎるとこの距離の部分があるんで、あまり2段目とか菜園の上に置くときに通常の位
地からずれすぎると通電うまくしなかったりするんで注意がいるんですけど、これぐらいずれてる分には一応つながります。この場合ちょっと壁出ちゃうんで見た目的に貼り直したいところではあるんですけど、こんな感じですね。こういう形で各階ごとに綺麗に上げていくっていうこともできます。これもですね、柔軟なケーブル使っていただいて細かいところ調整することもできるんですが、うまいことですね、電線で隠せない部分も多少柔軟なケーブルの場合出てくるので、そういった時にですね、気に入らない場合、もっと出して隠したいよっていう時にですね、ご活用いただければと思います。これで各階ですね、2段ごとでは上げていけるので、2階を4段高さにしてるよっていう場合も結構あると思うんですが、まあ、そういった場合は調整していっていただければと思います。1箇所だけこういう電線上げる位置だけしていただければ、1箇所上がればあとは通電しますんでね。土台の下に引いている場合とかはうまく高さ調整ですね、2段目のところを合わせていただければいいんで、土台であればちょっと壁1個分ですね、足場などを使って上げていただいたり、1段下げてるんであればそこで調整していただくっていうことももちろんできますし、上に貼る場合ですね、菜園分のいらないので下に貼ってる部分から菜園1段分上げていただければいいので、通常に貼るのと1段下げてる分っていう形でも貼れますので、そこはうまいこと調整できますんでね、あれに合わせてしていただければ、高さ1個分ですねは間開けてですね、通電することができますんで、うまくご活用いただければと思います。2個分上がるとちょっといけないので、高さ1段分と土台と天井の高さ差の分ですね、だいたい 1.5 ぐらいですかねの距離は通ることになって、ご活用いただければと思います。続いてですね、発電機の仕様についてなんですが、こんなものを作ってみました。発電機ですね、サークルメニューの中に無起動時自動起動オンっていうのがあります。これオンにしますね。こっちもちょっと2個ともオンにしますね。これ何かっていうと、つながっている電線の通電が切れた場合に自動的にオンにするという機能になってます。通常ですね、こっちを起動にします。普通にここで電気つきますね。使っていた場合に、例えばガソリン切れで切れてしまうっていう場合に今回止めます。こういう時に次の発電機が動くというものになってます。この状態でまだ元の方は切れたんですが、こっちが動いて電気を供給するというものになるんですが、これに関しては接続しているものを全部一斉に起動します。なので直列で順番に起動していくという機能はないので、予備としてつけるなら1個だけっていうところになりますね。1個の電気グループですね、この電線のグループの中で2個つけていただくというところなんですが、これ PV でどう使うかっていうと、発電機ですね、1スタック100で8スロットなので800個入るんですが、だいたい1ヶ月持ちます。入れ忘れるとやはり切れてしまいますので、追加をあまりしない方とかに関しては予備で置いておくと電気切れを起こさないと、さすがに残りの1ヶ月の間で1個切れていることに気づいていただければと思います。予備としてですね、1個だけつけといていただければ、要は予備が動いているのがわかるもの、もしくはメインの発電機が切れていることがわかるものに関して少し見やすい感じ、気づきやすい状態でですね、設置をしていただければ、電気入れで困ったことにならないようにご利用いただけるかと思いますので、知識の一つとして覚えておいていただければと思います。では最後に風力発電機ですね。風力発電機、いくつか注意点がございましてご紹介となります。風力発電機に関して先ほどご案内した通り、風速 20% 以上で動くというものになります。もちろん 20% いかない場合ですね、時間帯で風力変わるマップとかもありますので、そこに関してはご確認いただきながらになります。アベレーションに関しては風は全くありません。なので、風力発電機使うことができません。風速の表示されるマップに関しては、今私の記憶にある範囲でいくと、ゴチドアス、ラグナロク、フィヨルドになってます。
あんまり記憶にないんですが、他にもしかするとは不足出てたところあるかもしれないんですが、ただ風速メーターが出てないところに関してもアイランドとかですね、センターであったり表示出ないんですが、風速はあるんで風力発電機風速足りてるところは使えます。風速のところもあるんですが、クリスタルアイルズ、ジェネシスパート2およびアイランドに関しては風力タービン稼働がですね、7時から20時までしか稼働しません。なんでどの場所に関しても7時から20時以外の時間は風力発電機稼働しないものになっておりますのでご注意ください。低温冷蔵庫とかはそんなに差し支えないんですが、普通の冷蔵庫とかは腐敗がしてしまうので夜の間ね、ご注意いただければと思います。あと先ほどご紹介した発電機の予備稼働ですね、自動電源オンを活用いただければ風力発電機切れた時にオンになるんですが、自動でオフにはならないのでそこは手動で止めないと風力発電機と発電機両方動くことになります。で、1日ごとにいらないといけない部分は出てしまいますが、ご活用いただくこともできます。ダメージ的にいくと木材建材と同じぐらいの間隔の強度になってますんで、木材ダメージ与えれる系はダメージ与えれる場合があります。細かいところはちょっと違うんですけど、イメージ的にはそのように捉えていただければと思います。次にですね、風力発電機供給範囲がありまして、30段土台引いてるんですけども、今28個目まで引いてます。これで29個目を張った場合に落ちます。全部通電しなくなります。一応公式的には29まではいけるということになってるんですが、現状であればですね、場所によるかもしれないんですが29個目で落ちました。これですね、29個目拾っても通電しないので、1個どっかですねエリア内に垂直のケーブルでも貼っていただければまた通電し直しますので、ご活用いただければと思うんですが、これですね、距離が離れすぎてしまうと通電しないというものになってます。これ半径の部分になるんで個数ではないので、エリア内であれば別に29個30個以上引いていただいても通電はします。距離が離れてしまうと通電しなくなります。おそらく正方形ですからの距離で29個離れたっていうところでも通電してますんで、28以内にしておけば安全だと思うんですが、これはいけますね。こっちもいけます。ただここ伸ばすと落ちます。こんな感じですね。一応オーバーしててもこうやって通電することはできます。拾ってもこのまま継続できますので、ただ壊したりすると通電切れたりしますので、基本的にはエリア内に貼っていただければと思います。これも通常通りですね、例えば30段ありますよと、コンセントしてて、もちろん電源来てないんで停止中になるんですが、これをエリア内に垂直でなくていいんですけど何か設置していただければ通電されまして起動もできます。でちょっと離れたところでも一応電線通せなくはないです。ただ追加であったりとかですね、あと追加で壊したりをした場合は切れてしまいます。で貼り終わってからですね、普通に1回通電して置いといていただく分には一応使えなくはないです。ただロードした時とかに切れてる可能性はあるんで、極力は使わない方がいいと思うんですが、一応そういうこともできます。問題は全部切れてしまうんで、無理して30以上貼る場合に関しては風力発電機だったり電気ですね、追加でここに貼っていただければ延長していきますんでね、もう一個置いていただければと思います。以上が風力発電機の注意点となります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、電気関係について通常の発電機からテックまで一通りですね、注意事項や使用、あと電線の張り方までですねご紹介させていただきました。電線の張り方に関してはいろいろありますし、
今回ご紹介した高さの違い以外でもですね、基本的には高さ調整、以前ご紹介していた高さ調整いろいろ使っていただくことでうまいこと微調整していくことも可能ではございますので、ぜひですね活用いただきつつ、また何かの機会にですね高さ調整、他のパターンなどもご紹介していければとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。前線ですね、床一面張りたいところではあるんですが、大きい拠点にする場合にはなりますけども、建築上限に関わってくる場合もありますし、壊す時も大変だったりはするので、風力発電機使えるところであればですね、極力風力発電機使ってですね、電線の数は少なめに設置していただいた方が良かったりする場合もあります。通常は1個の方がですね、風力発電機傘でかいですし、普通の発電機に関してはガソリンの補充が面倒だったりするので、1箇所に集まってる方が楽なんでね、そこに関しては、作りにはよってきますが、大型建築される場合はちょっと考慮してですねご利用いただければと思います。ではですね、本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。